ある心霊ビデオの制作に携わっていた男の体験談である。男の名は今井。何事にもこらえ性がなく、仕事も長続きしない。暇があれば掛け事の類に興じる、俗に言う溢れ物である。そんな今井も気がつけば30歳に差し掛かろうとしていた。さすがにまずいと思ったのか、心機一転真面目に仕事を探し始める。しかし、まともな職歴は愚か手に職と呼べるものは何一つない今井に、世間は当然のように冷たかった。正社員として雇い入れてくれるところはなく、あったとしてもそれはブラック企業。今井はそんな現実を受け入れ、ブラック企業に飛び込んだ。営業、運送、製造、元来のこらえ性のなさに加え、ブラック企業特有の過酷なノルマと勤務時間、さらにはパワハラ三昧に今井は職を転々とする。そしてついに体を壊した。今井はすっかり仕事に対する熱を失い、自暴自棄になっていた。一日中ネットを徘徊し、時間を無駄に浪費する毎日。次第に金も尽きてきた。そろそろ仕事を探さないととは思うが、ブラック企業でのトラウマが足かせとなり前へ進めない。そんな今井の目にある求人が止まった。心霊ビデオの制作スタッフの募集である。昔から心霊やホラーの類が好きだった今井は後先考えずに応募していた。これでダメならいよいよ自分がその類のお仲間になるしかない、そこまで考えていたらしい。応募から数日後に書類選考が無事通過し、面接の案内が届いた。面接会場は制作会社が入る雑居ビル。会場には10人ほどの応募者がいたそうだ。面接では職歴、志望動機などのありきたりなことを聞かれた。面接官は40代前半くらいの男性で、いかにも業界人という軽い感じだったそうだ。面接は順調に進み最後に、あのさ、幽霊って本当にいると思う？と質問された。いると思います。見たことはないけど自分はいると信じています。今井は大声で答えていた。面接官は笑っていたそうだ。面接官に笑われながら会場を後にした今井は、これは落ちたなと思い、うなだれて帰路に着いた。しかし、そんな予想を覆し後日採用の連絡があった。業界未経験ということもあり、試用期間中は募集要項にあった給料より低い金額での採用になることという条件付きだったが、社保の加入などもしっかりとあったそうな。今井はそんなことよりも採用されたことの喜びが大きかった。初出社の日、今井はあの面接官と再会する。面接官の名は村田。ディレクターとしてある心霊ビデオシリーズを手掛けるものだった。村田は気さくで今井だけでなく、スタッフの面倒をよく見る男。今井が配属された制作部は8人の規模で、人が少ないことに驚いたという。村田曰く、心霊関連の作品に携わるとさ、みんなすぐ辞めちゃうのよ、と笑って言っていた。その言葉通り、スタッフの半数はほとんど同期と言って過言ではないほど経験が浅い人間が多く、今井もそういう面では未経験ということで気遅れしないで済んだ。今井に与えられた最初の仕事は、投稿された映像のチェック。ひたすらモニターと格闘することになった。投稿された映像には、〇〇が映っています、といった投稿者からの説明があるが、そのほとんどが勘違いによるものだった。今井もこの類の映像は散々見てきたこともあって、ある程度見分けることには自信があった。さすがに巧妙に作られたものは判別がつかず、村田に確認してもらうと、これプロの仕事だねと、見分け方のポイントを教えてもらうこともあって勉強になったという。今井も未経験の割によく見分けられるということでスタッフの中では評判だったそうだ。今井曰く、投稿映像が100本あったら本物は1、2本程度らしい。入社から2ヶ月もするといよいよ今井も現場デビューをすることになった。場所は T 県のキャンプ場で、隣接した川に幽霊が映ったという投稿映像を作品にするという内容。今井を含め4人で現地に行くことになった。今井の仕事はもっぱら機材の運搬だが、初の現場にワクワクした。現地に着くと投稿者というカップルが2人待っていた。村田と簡単に打ち合わせをし、すぐにカメラを回した。インタビュー形式で進行し、いつ、何をしている時、どんな状況で、何が映ったを詳細に語ってもらう。撮影は3時間ほどで終了した。今井が機材の片付けをしていると村田がニヤニヤしてやってきた。お疲れ様です。今井ちゃん、初の現場どうだった？
いや、意外とあっさり終わったなーって思いました。もっとあれこれ調査とか撮影するかと思ってましたから。あはは、これフェイクだから。え？村田は戸惑う今井の表情を楽しむかのように言葉を続ける。そりゃ全部が全部本物なわけないじゃん。そんな本物ばかりだったらシリーズ続かないっしょ。まあそうですよね。幻滅した？いや、そういうもんだと思ってましたから。ただ、この投稿は取材するくらいだし、本物なのかなーって思ってはいたんですけどね。今井ちゃん、わかってるじゃん。この映像はね、作ってもらったやつだから。あ、さっきのカップルは二人とも役者さんだからね。今井が笑ってそれを聞いていると、村田が急に真面目な顔をした。今井ちゃん、これだけは覚えておいてね。本物はちゃんとあるよ。でもね、本物ばかりだと誰もそれを信じなくなる。だから嘘が必要なんだ。たくさんの嘘の中に少しばかりの本物を紛れ込ませる。こうすることで本物が引き立つんだよ。可愛い女の子が、目立たない女の子と仲良くして引き立て役に使う手法と同じだよ、と村田の例え話に、今井はこの言葉がすごく重いものに感じたそうだ。それから取材の動向も増えていったある日、不気味な投稿映像が送られてきた。映像はとある廃寺の探索が行われている様子を撮影したもの。撮影者含め若い男女4人ほどで行動しており、今にも崩れ落ちそうな廃寺の中を探索している。本堂に立ち入ったあたりで女性が、声が聞こえると言い出した。送られてくる映像にはこういった〇〇が見えたや、〇〇が聞こえるといったセリフじみた一言が多いらしく、今井もその類かと思ったがどうも様子が違う。撮影者も何かに気づいたのかカメラの向きが落ち着かない。女が怖い怖いと泣き出した。軽快に喋っていた他の男連中が黙り出し、皆一様にその場に立ち尽くし様子を伺っている。静まった本堂の中で何か聞こえ出す。音声にもそれがはっきりと聞こえてきた。お経だ。お経がどこからともなく聞こえている。その声を聞いてか撮影者たちはその場に立ち尽くしていた。すると何かを叩く音がし始める。女が悲鳴を上げる。帰ろうよ、早く帰ろうよ。男の一人がやばいやばいと慌てふためいたその時だった。本堂の奥に住職、お坊さん、が一人立っていた。傘をかぶっているため表情を伺うことはできない。唐突に現れたお坊さんを前に、一斉に逃げ出す撮影者たち。その間もお経は続いていた。いいねえ、久々のあたりだ。次の調査はここにしようか。映像を見終えた村田がぽつりつぶやく。すぐさま女性スタッフに先生の予定確認しといてと指示を出していた。後日、投稿者に話を聞くいつものインタビューから始まった。撮影場所は M 県の山中にある廃寺で、有名な心霊スポット。その日、4人で肝試しをすることになり、心霊ビデオを撮りたいとカメラを持参していったそうだ。ことの顛末は前述した通りということになる。こういうの撮影すると呪われるんですかね。霊能者の先生いるから相談してみますか。カメラを持っていたという男の質問に、村田はそっけなく返答した。この日は自称霊能者という方が同行していた。他の現場でも別の霊能者が同行することはあったが、役者を使ったりしていたそうで、本物はいないと思っていたそうだ。しかし今回の先生と呼ばれる人は雰囲気からして違ったという。村田の言う本物だったそうだ。霊能者曰く、悪い気が4人についており、放っておくのは良くない。部屋にお札を貼っておくようにと人数分差し出した。投稿者たちと別れ、現場を目指す。現場までは車で1時間ほどで到着するらしく、昼間のうちに一度下見しておきたいと霊能者は言った。霊能者は高見という名で、50代くらいの男性、こわもてで一見すると反射のような風貌。先生は顔が怖いから霊も近寄らないでしょ、などと村田が冗談を言うと、高見は苦虫を噛みつぶしたような顔を見せた。山道を進むと途中で道が分岐し、細い道を進んだ奥に現場の廃寺はある。誰も通らないためか道は荒れ気味。草木も伸びきっており、まるで人の立ち入りを拒むかのよう。車を降りると長い階段があり、それを登った先に廃寺が姿を現した。
廃寺となりどれくらいの月日が流れたかは不明であるが、かなり傷んでおり今にも崩れそうな感じさえ受けたそうだ。高見は廃寺を見るなり、ここは危険だと言い出し、村田に撮影はやめるべきだと進言する。村田は先生がそう言うなら本物じゃないですか、久々のあたり案件を見逃す手はないと反論した。他のスタッフは黙ってそれを見ているしかなかったが、今井は内心楽しみだった。いよいよ撮影時間、夜中の0時を待って廃寺に向かった。高見は命の保証ができないと一人帰ってしまった。そんな状況に村田は、霊能者が断る案件だからと意気揚々と撮影を始めた。こういう場面に出くわすと村田はやたらとリアリティにこだわるらしく、台本はあってもアドリブ重視になるそうだ。と言っても廃寺が醸し出す雰囲気に台本のセリフなどすっかり頭から飛んだという今井。入ってすぐに広がる本堂。懐中電灯であたりを照らしてみるが、特に変わったものはない。しばらくすると女性スタッフの須藤が持っていた懐中電灯が点滅し始めた。今井もそれまで感じたことのないような雰囲気を感じていた。カメラマンが、映像にノイズが入ると言い出したその時だった。どこからともなく、お経が聞こえてきた。投稿映像と同じシチュエーション、その場にいた誰もが声一つ出せないでいた。村田がもっと驚いた様子を見せ、一同の呪縛が解けたように一斉にビクッとする。先生にもらった数珠が弾けたといった刹那、須藤が悲鳴を上げた。視線の先にお坊さんが現れたのだ。現れると同時にお経の音量が大きく膨れ上がった。どこから音が聞こえるかわからない。その音は四方八方から聞こえてくるようだったと今井は言った。お坊さんは微動だにすることなく、肩合掌の姿勢でこちらを向いている。傘で表情は伺い知れないが、お坊さんが放つ怒りは伝わってきた。気がつけば今井たちはその場から逃げていた。一目散に廃寺を飛び出し、転げるように階段を駆け下り、車へとたどり着く。車を発車させようとしたが村田の姿はない。村田さん。今井は普段出さないような大声で村田を呼んだ。しかし村田の姿はどこにもない。誰もが一秒でも早くその場を離れたかった。しかし村田を置いてはいけない。今井は意を決して、カメラマンと階段を上がり廃寺の手前まで向かった。廃寺からは相変わらずお経が漏れている。村田さん早く、早く。今井とカメラマンは必死に村田を呼んだ。すると。おう、早く来い。こっち来いよ。廃寺から村田の声が返ってきた。何言ってるんですか？早く逃げましょうよ。いいから来い。早く来いよ。嫌ですよ。こっち来いよ、早く来いよ、こっち来いよ、こっち、こっち、こっち。その場で今井とカメラマンは察した。ああ、村田はもう戻ってこないと。二人は車まで戻り、急ぎ車を発車させた。須藤が村田さん置いていくの？と泣きながら聞いてきたが、無言のまま車を急発進させた。次の日、高見に連絡し事の顛末を伝えた。高見は止められなかった責任を感じてかすぐに戻ってきた。高見と合流し、昼間に廃寺へと向かった。廃寺の中には、高見が村田に譲った数珠が散らばっていただけで、あとは何も残されていなかった。高見はぽつりと、ああ、村田さん連れて行かれたか、とつぶやいたのが妙に印象に残ったそうだ。結局村田は戻ってこなかった。捜索願いを出し、近隣の山々を捜索してもらったが村田はついに見つからなかった。あの現場に同行したスタッフのほとんどがすぐに退職をし、残ったのは今井とカメラマンの加藤だけ。そして、生死不明ではあるが村田の遺作とも呼べる廃寺の映像は、会社判断でお蔵入りとなってしまった。あれだけ怖い思いしたから世に出したかったんだけどね。今井は村田のためにも作品としてリリースしたかったそうだ。だが、例の映像フィルムを保管した倉庫から妙な声がしたり、物音がしたりと怪奇現象が続いた。結局シリーズは村田の後任のプロデューサーが決まらず打ち切り、今井は村田の遺作を世に出せなかったことの自分の力不足を嘆いて退職した。現在、今井は地元に帰り、知り合いのつてで運送会社に勤めた。日本各地に行くので、いつか村田さんに会える気がして、自分が立ち直れたのは村田さんのおかげでもあるので、もう一度会ってお礼を言いたい。あの人のことだからなんだかひょっこり現れそうなんだよね。今井はいつか村田に会えることを信じて、
今日もトラックを運転する。私は映像や音楽を制作する小さなスタジオを細々と経営しているのですが、最近は様々なクリエイターが自らコンテンツを制作して、動画配信サイトなどで公開するようになってきたこともあり、スタジオにこもって音源を制作する、なんていう需要は目に見えて減っています。経営難を乗り切るために、磁気テープに保存された昔の映像や音声データをデジタル化する仕事も始めたのですが、最近ではこちらの方がスタジオを使用する主な業務になっています。ストリーミング配信が主流となった現代では、音楽や映像コンテンツを個別に楽しむために CD や DVD、ブルーレイといった物理メディアを購入するという経験すらしたことがない若者も少なくないので、私のようなおじさんは、時代に取り残されていく焦りや悲哀すら感じてしまいますが、そんな DVD や CD が生まれる前には、磁気カセットテープに映像や音楽を記録したもので、コンテンツを楽しむのが当たり前でした。もしかすると、皆さんの実家やおじいちゃんおばあちゃんの家には昔の VHS や、さらに古い8ミリフィルムなんかが残っているのではないでしょうか？そういった磁気テープは、デジタル化されたデータと違い、保存されていた環境の影響を強く受けるので、カビてしまったり、ヘッドと物理的に接触するためテープが切れてしまったりと、経年劣化は避けられない大きな問題です。昭和初期の家族の団らんや街の雑踏を映した歴史資料としても、貴重な8ミリフィルムをはじめ、家庭用ビデオカメラが普及し始めた頃には、各家庭のお父さんがこぞって我が子の運動会を撮影した VHS といったメディアは、人知れず日本中にたくさん残っていると思われます。懐かしい映像を見てみたいのだが、テープが擦り切れていたり、再生するビデオデッキ自体がないというご家庭も少なくないので、依頼があればそんなテープをお借りして、映像の乱れや音声の劣化を調整してデジタル化し、いつでも気軽に昔を忍んでいただけるようにしているのですが、亡くなったご家族の思い出が蘇って嬉しそうにされている依頼主の姿を見ていると、こちらも本当にほっこりします。さて、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、そんな業務を毎日やっていると、なんともおかしな映像に出会うことがあります。依頼主の若かりし頃と思われる夫婦喧嘩を、襖の隙間から子供が撮影しているようなものや、衝突するのははばかられますが、いわゆる個人撮影のポルノ映像のようなものまで。そのうちの一本が、私の人生で最も戦慄した内容だったので、映像に映った人物や依頼主の尊厳にできるだけ配慮しつつ、簡単にご説明したいと思います。ことの始まりは、弱い70代ほどの男性が持ってきた一本の VHS でした。その男性は、ガジェット好きの第一世代とでも言いましょうか。パソコンが家庭に普及する1970年代の黎明期には、給料の大半を注ぎ込んで機器を揃え、プログラミングに没頭していたような経験の持ち主で、映像や音楽の記録媒体や再生機器についての知識も、一応プロとして仕事にしている私でも恐れ入る強者でした。そんな男性ですら、どうにもならない、と音を上げて持ってきたのがその VHS だったわけですが、テープの冒頭数十秒だけかろうじて再生できるのだが、ひどく乱れた映像には、どうやら長年連れ添ってきた奥様に出会う前に交際していた女性、いわゆる元カノが映っているようだ、と。さすがに数十年越しで妻にこんな映像を見せるわけにもいかないけど、かといって捨てるのも忍びないし、そもそもこんな映像を撮影した記憶が全くないので、なんとか復元して一度だけでも見てみたいのだ、と。果たしてそれほどのスキルを持った男性がどうにもできなかった映像の復元が可能なのか不安もありましたが、男性が気恥ずかしそうにしている姿を見て、個人的な興味にも駆られたので、あくまで復元が成功した場合のみ報酬を受け取るという形にして仕事を引き受けました。早速その日の夜にビデオテープを専用の端末にセットし、再生を始めたのですが、映っていたのは20代くらいのデニムパンツに、花柄のシャツを着た綺麗な女性が、ビジネスホテルの部屋らしき殺風景な空間に置かれたベッドの縁に腰掛けている姿でした。女性は両手を膝の上に乗せ、背筋を伸ばしてしばらくカメラを見据えていました。
そして、その口が少し開きかけたところで映像がコマ送りのように乱れ始め、ブー。というノイズとともに、映像の下半分がぐちゃぐちゃになったり、今度は上半分が乱れたりという状態になってしまいます。VHS は、磁気テープに信号が記録されるのですが、記録された状態をトラック、道路や線路のようにお考えください、と言います。今日のデジタルデータと違い、再生するビデオデッキという機器のヘッドと言われる部分と、テープのトラックが来たりと合わないと、コマ送りの映像がずれてしまい、上下へと画像が流れたり、崩壊した像を結んでしまいます。各ビデオデッキメーカーはユーザーが自分でトラックを調整できるよう、トラッキングというつまみやスイッチを取り付けて、映像が綺麗に再生できるように工夫しましたが、時代が進んでビデオデッキが市場から姿を消すとともに、家庭に残された古いカセットテープは劣化し時期を帯びてしまい、なんとかビデオデッキを手に入れて、いくらトラッキング調整をしても再生がうまくいかない、というパターンが増えてきました。プロとして映像復元を生業にしているので、トラッキングにまつわる異常に関しては、業務用の専用機器による工学的アプローチ、またソフトウェアを使ったデジタルでのアプローチで、ほぼ完全に修復できるのが売りなので、早速取り組んでみました。女性が映った映像は徐々に乱れが収まり、それとともに音声が聞こえるようになりました。上述したように、女性はカメラを見据えたまましばらく押し黙っていたのですが、やがて口を開き、自分の名前とその日の天気、当時流行っていたであろうバンドのコンサートについて、よどみなく話し始めました。これだけなら特におかしな映像ではないのですが、不気味に思ったのは映像が始まって3分程度経過した頃からでした。女性は突如、足をベッドの下に下ろしたまま、両手を万歳のポーズで掲げ、上半身だけで腹筋をするように何度もベッドに背中をつけては起き上がるという、奇妙な動きをするようになったのです。この動きを実際にされるとお分かりいただけると思いますが、足を何かで固定しておかないと、起き上がる時にどうしても両足が浮いてしまい、反動をつけて腹筋するような形になってしまいます。しかし映像の女性は、床にくたりと足をつけたまま、上半身だけが跳ねるように強烈に動いています。しかも、その間も女性は何気ない言葉を発し続けており、その声色は体の動きと相反して静かで淡々としており、息が上がった様子もなく、まるで映像とは別にアフレコでもされているようでした。ここで私は編集ソフトの音声波形データに見落としがあることに気づきました。それまでステレオで録音されていると思い込んでいた音声が、実は左音声と右音声で別な波形を示していることに気づいたんです。映像の乱れが回復すると、共に聞こえるようになったのは左音声のみで、右音声はミュートされている状態でした。そこで信号出力を右音声に切り替えた瞬間、モニタースピーカーから耳をつんざくような音が鳴り、心臓が止まるかと思いました。その声とも音とも形容しがたい音は、人が、と叫ぶ声を幾重にも多重録音し、強く歪ませたようなものでした。ボーカルが見事なデスボイスを聞かせてくれるバンドの録音にも携わり、爆音には慣れている私でも、吐き気を催すような不快な音がスタジオを満たし、めまいを覚えながらモニタースピーカーへの信号出力を切ったのですが、音は鳴りやみません。凄まじい予感を感じながらスピーカーのケーブルを引きちぎるように抜いたのですが、その音は消えませんでした。おそらくその直後に失神したのだと思いますが、意識を失う直前に私が見た映像は、両手を上に掲げた女性が、髪を逆立て、目を向いてこちらに向かって叫んでいる姿でした。再び乱れたトラッキングのせいか女性の姿はカクカクと歪になり、2枚程度で作られた荒い GIF 画像のように起き上がっている姿と、倒れ込む姿を高速で繰り返していました。しかし、その恐ろしい顔だけは実にはっきりとこちらを見ているのです。恥ずかしながら年がいもなく、気絶していたのが数分なのか数時間なのか覚えていないのですが、スタジオで一緒に働く同僚に肩を叩かれて目を覚ました時の、同僚の決まり悪そうな表情が忘れられません。何を見てるの？彼は怪訝な顔でモニターを見つめていました。そこに映っていたのは、さっきまで編集していたホテルの一室らしき空間とベッドなのですが、若い女性が座っていたはずの白いシーツには、万歳の形で手を伸ばした人型に見える、赤黒いシミのようなものが映されているだけでした。
その染みはベッドの縁を伝って、女性が足を置いていたカーペットの上までべっとりと伸びて、はっきりとわかる足型を残していました。はて、彼女は裸足だっただろうか？私がその奇妙な映像を見てぼんやり考えたのはそれだけでした。ことの経緯を同僚に説明し、映像を巻き戻してみても、もはや VHS には気味の悪い染みのついたベッドが延々と映し出されているだけで、録画は途中でプツンと切れていました。そういうこともある。比較的達観した同僚の声もあり、私はそれ以上その VHS について考えるのをやめました。依頼主には映像が修復できなかったと伝え、テープをお返ししました。男性は非常に残念そうにされていましたが、私としては何かとんでもない過去を掘り起こしてしまう気がしてならなかったので、処分することをやんわり進めておきました。取り留めのない文章になってしまいましたが、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。皆さんも、もし実家などに眠っているホームビデオがあれば、取り返しがつかないほど劣化する前にデジタル化するのをお勧めします。これは、友人の R 君が教えてくれた、YouTube にまつわる奇妙な体験談だ。当時、R 君はオカルト系の YouTube チャンネルにハマっていた。皆さんもご存知の通り、YouTube は何か視聴すると関連動画や傾向の似た動画が、どんどんおすすめに出てくる。その動画も、おすすめとして表示されたものが偶然目に留まったらしい。サムネイルはどちらかというと地味な作りだったという。タイトルはうろ覚えだが、確か、海であった怖い話まとめとか、そういうよくある感じだった。試しにクリックしてみると、白い壁を背景に、一人の男性が映った。20代後半くらいだろうか。黒髪メガネに痩せ型で、ごく普通の、地味な見た目だ。その男性が、手元のカンペらしき紙を見ながら、ボソボソと怖い話を朗読している。しかし、話し方は聞き取りづらいし、声もあまり良くない。編集もろくにされておらず、ほぼノーカットの録画に、かろうじて効果音や字幕をつけた、という程度だった。ああ、あんまりクオリティ高くないな。つまんないな。と R 君は思った。いつもならすぐに視聴をやめるのだが、と、その動画の再生回数が妙に多いことが気になった。こんな乏しいクオリティにもかかわらず、2万回くらいは再生されていたという。しかも、コメントも150件近くついている。なんだ？実はこの後めちゃくちゃ面白い展開になるのか？それとも炎上案件かな？興味を惹かれて、R 君はそのまま動画を再生し続けた。しかし、30分ある動画のほぼ終盤まで見ても、正直全然面白くなかった。ああ、時間無駄にしたな。それにしてもなんで再生回数がこんなにいってるんだ？ R 君がそう思った時だった。不意に、画面の男性が妙にはっきりとした口調で。では、今週の天罰の時間です。と言った。天罰？と R さんがいぶかしんでいると。男性は先ほどまで持っていたカンペの紙とは別の紙を手に取ると、そこに書かれているらしい名前を次々に読み上げ始めた。福岡県、横田美里さん。京都府、岡野忍さん。神奈川県、藤宮良さん。愛知県、井戸昌司さん。こんな調子で、地名と人の名前を次々読み上げていく。それが、5分以上も続いた。なんだこれ？と R 君がポカンとしていると、不意に、知っている名前が聞こえてきた。東京都、井川N彦さん。それは、去年うつで休職した果てに、自ら命を絶ってしまった上司の E さんの名前だった。偶然の一致かもしれないが、思いがけない名前を聞いてしまい、R さんはよっとした。そうしていると、唐突に名前の読み上げが終わった。最後に男性が、髪から顔を上げてこちらをまっすぐ見ていった。以上が、今週天罰が下って死ぬ人です。
それではまた次の動画でお会いしましょう。R 君は、思わず動画の投稿日を見た。去年の、9月。ちょうど、E さんの訃報を聞いたのと同じ時期だ。R さんは気味が悪くなった。そして、つい気になって、コメント欄を覗いてしまった。そこにはずらりと、横田美里死にました。ありがとうございました。交通事故でした。西川陽子死にました。火事です。ありがとうございました。またお願いします。沢野雄二死にました。ありがとうございます。歴史です。吉中翔太死にました。ありがとうございました。転落死でした。次もお願いします。そしてその中には、飯川N彦死にました。ありがとうございました。飛び降りでした。R 君は衝動的に YouTube を消していた。E さんは飛び降りで死んだと聞いていた。しばらくして視聴履歴からもう一度動画を見ようとしたが、すでに削除されていたという。あの動画は何だったのか、天罰とは何なのか、皆さんも、もしこんな動画を見かけたときは、自分の名前がないか、くれぐれも気をつけてください。山奥の一軒家にどんな人が住んでいるか？衛星写真から山の中にある一軒家を探すというコンテンツ。ある程度下調べしていくのだが、行ってみたら空き家だったとか、門前払いされたとか、そのようなことも珍しくないという。実際、番組内で地元の人に尋ねてみると、今は空き家、というような返答があるのは珍しくない。また、そんな山奥に住むくらいだからそもそも人間嫌いだとか、偏屈者が住んでいることもザラにあるそうだ。そういった取材の成功例が番組になるのであって、失敗数もそれなりにあるらしい。そんな失敗談から私が聞いた恐怖体験を紹介したい。番組ディレクターの上田は、信越地方の山奥に点在する一軒家に目をつけていた。幾重にも連なる山あいに囲まれた、まるで人を寄せつけないような場所に存在するような一軒家に、興味がそそられて仕方がない。母屋と思われる家屋の横には大きな倉庫だろうか、別の建物も確認できた。そこに行くには苦労しそうですね。同行するカメラマンの山部は、衛星写真を見ながら上田につぶやいた。近くには民家がなく、集落と呼べるものは見当たらない。写真からも一番近い集落から相当離れているようだった。ただ、番組的には美味しいのではないかと、この時は楽観的に考えていたという。実にコンセプトに合った一軒家じゃないか。ここ行ってみないか。都心から関越自動車道、上信越自動車道を通り、途中休憩を挟みながら5時間ほどで目的地付近まで到着した。予定時間よりだいぶ早く着いたことで、早朝に出てきた甲斐があったなと時間の余裕を感じながら、地元のそばに舌鼓を打った。写真で見た一番近いと思われる集落にたどり着き、目的地へ繋がる道を目指そうと人を探した。季節は冬、雪がちらつく空模様とあってなかなか外に出ている人が見当たらない。集落を適当にぶらついていると、農作業をしている老人に出会った。お仕事中すみません。この場所ご存知でしょうか？自分が番組制作者であることを伝えた上で、衛星写真を見せた。老人は番組を知らない様子であったが、にこやかな表情を浮かべ衛星写真に目をやった。数秒眺めると、急に表情をこわばらせた。この場所はやめた方がいい。そこには誰も住んでいないし、遊びで行くもんじゃない。老人が欠損を変えて吐き捨てるように言った。何かある、上田はそう感じて詳細を迫った。だが、老人の口は固くそれ以上語ることはなかった。それから集落を回り、数人の住人に一軒家について尋ねてみたが、皆が同じような対応だった。それでも上田は聞き込みをしながら一軒家へ通じる道を探す。だが、なかなかそれらしい道は見つからない。今回は空振りですかね。山部はスマホで地図を見ながらそうつぶやいた。せっかく来たのになぁ。
まあこういう日もあるよ。でも住人の反応を見ると、なんかいわくつきっぽいですよね。山部さんもそう思う？俺もなんとなくそれ感じた。だから余計にここまで来て手ぶらで帰るっていうのもなんか尺ですよね。あはは、そうだとしたら番組が違うけどな。探しているのは心霊スポットじゃないんだけど。二人は冗談を言いながら半ば諦めかけていた時、ふと山に繋がる道を見つけた。こんなところに道があるぞ。ナビにも Google マップにも道は表示されてないですね。細い道だけど一応舗装はされているな。上田さん、行ってみません。ダメ元で。ダメだったら引き返せばいい。山辺の提案に上田はハンドルを切った。先ほどまで通ってきた道とは違い、鬱蒼とした木々に囲われたような暗い雰囲気の中、細い道が続く。車がほとんど通らないのか、道には落ち葉で埋め尽くされており、雨でも降ればスリップしそうなほどだ。ガードレール下には沢が流れており、水のせせらぎが聞こえた。おそらく数年はまともに補修はされていないであろう。舗装路は所々荒れており、車が上下左右に大きく揺れた。さらに進むと車一台がやっと通れるくらいに道幅が狭くなる。幸いコンパクトカーで取材に来ていたこともあって、慎重に進めば問題なく走行できた。こういう道にも慣れたよな。取材を通していくどとなくこういった道には出くわしてる。さすがに経験が物を言うのか、ガードレールがない崖に隣接した道にも臆することなく進んでいく。この先にありますかね？引き返すにも U ターンできる場所もないしな。行けるところまで行ってみよう。ただひたすら細い一本道が続く中、二人は若干の不安を感じていた。本当にこの先に目的地があるのか？車を U ターンできる場所があるのかどうかなど。そんなこんなで1時間くらい走っただろうか、幾重にもうねった道を進むと、木々の向こうに建物らしいものが見え隠れしていた。あ、あれじゃないですか。山部が少し興奮気味に指を指して声を上げた。ふい、それっぽいね。長いこと道なき道を走っていたことの緊張から解かれたことで、上田は安堵のため息をついた。車から降りて大きく背伸びをしながら上田は辺りを見回す。山の奥の一軒家らしく周りは木々に覆われている。車を止めた先は上り坂が続いており、母屋と思われる家屋に繋がっていた。家屋は築50年。いやもっと古いかもしれない。昔ながらの農家といった作りをしているが、当時は立派であったろう屋根瓦は所々欠けている様は、なんともみすぼらしい。近くには畑だったのだろうか、雑草が生い茂り今ではその面影だけがかろうじて残っている。そんな荒れ果てた様子を見る限り、下の集落の住民が言っていたように誰も住んでいないようだ。敷地内には写真で見たもう一つの大きな建物。よく見れば豚か牛を飼っていたような畜舎のように見える。大きく古びたそれは母屋よりも朽ちており、今にも崩れそうなほどであった。二人はそんな寂れた光景を眺めながら母屋へと向かった。面ください。どなたかいらっしゃいませんか？母屋前で大きな声で挨拶をする上だ。しかし返事はない。帰ってくるのは虚しくもこだました自分の声だけ。静寂の中、しばらく待つもやはり人の気配は感じない。誰もいなそうですね。外れか。まあせっかくここまで来たしもう少し撮影しておくか。山部はここまで来るまでに車中からずっとカメラを回し続けていた。目的地は無人とはいえ、コンセプト通りの一軒家。これはこれで素材になるからと撮影を続けていた。玄関から右手に回りながらふと窓に目をやると、人影を見つけた。作業着を着た60代くらいの男性が窓からこちらの様子を伺っている。山部に促され上田も男性の存在に気づいた。突然すみません。私、上田と申します。〇〇という番組の撮影で伺ったものですが少しお話を伺うことはできませんか？男は問いに何の反応もすることなく、こちらをただ凝視していた。少しすると男は表情を変えることなく無言のまま、部屋の奥に姿を消す。上田は自分の声が届いたものと思い、その場で男が出てくるのを待った。山部も同じ期待を持っていたに違いない。よかったですね。住んでいる人、いましたね。ほんとだね。やっと報われた気がするよ。苦労してきた甲斐がありましたね。二人は談笑しながら男性が出てくるのを待った。
1分、2分、3分。5分待っても男性が玄関から出てくる気配はない。全然出てこないですね。こっちには気づいていたはずなんだけど。もしかしてうんこでもしてるんじゃないか？上田が再度男性に呼びかけた。すみません、お忙しいところ申し訳ありませんが、少しだけお話聞かせていただけませんか？返事はない。ごめんください、お邪魔しますよ。何度呼びかけても返事一つしない相手に対し、上田は痺れを切らし玄関に手をかけた。ガラガラという昔ながらの引き戸が放つ音を耳にしながら、玄関の中を覗き込んだ。うわ、なんだよこれ。玄関の先には広い土間が広がり、奥には今と思われる広い部屋。古い農家という感じの作りだが、土間から今にかけて壁や廊下、天井とびっしりと赤いお札が所狭しと貼られている。もちろんその奥の今にもお札は張り巡らされていた。その異様な光景に二人は息を呑む。上田さん、ここ何か変ですよ。もう帰りましょうよ。カメラを回していた山部はその不気味さに引き返すよう促した。上田は静かに玄関を閉めた。山部の言う通りここは何かおかしい。あの男といい、玄関先の異様さといい、下の住民が言っていたようにここには来てはいけなかったのか。だとすれば一刻も早くここから立ち去るのが無難、そう思った刹那。ブヒー。背後から豚のような獣の声が響いた。それも一匹や二匹じゃない、けたたましい無数の豚のような鳴き声が聞こえ出した。え？何？急に？イノシシ？なんなんだよいきなり。振り返った二人の目に声の主は映らない。声のする方向に目をやると、どうやら口たちくしゃから聞こえるようだ。上田と山部は急ぎ車を目指して走り出した。その間も畜舎からは絶え間なく獣の鳴き声が響く。やばい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 。ここは何かおかしい。上田と山部は必死に車へと走った。うわ、あれ。畜舎の前で上田が立ち止まって大きな声を上げた。うわぁ。その光景を目にした山部は悲鳴を上げた。畜舎の中に、無数の口た首吊り死体が揺れていた。男か女かも区別がつかないほど黒く朽ちたそれは、目を覆いたくなるほどあまりにおぞましい光景。それらの足元には黒い何か豚のような獣が群がっていた。キー、キー、獣の集団が遺体にむさぼりついている。遺体が揺れるたびに、縄がきしむ音が二人にははっきりと聞こえた。おいー。山部さん、しっかりしろ、山部さん。おえつしながらその場に呆然とへたり込む山部。恐怖のあまり失禁したのか、ズボンの股間周りが濡れていた。腰が抜けて動けない山部のジャンパーの襟首を必死に掴んで、引きずりながら車へと戻る。その間も絶え間なく獣の鳴き声が辺りを包んでいる。山部を押し込むように車に乗せ、上田もすぐに乗り込んだ。上田さん、あれなんなんですか？あれなんですか？わからない、わかるわけねえだろ、あんなもん。車に乗り込んだことで正気を取り戻したのか、山部が上田に食ってかかる。二人は喧嘩するように怒鳴り合っていたが、おそらく本能的にそうしていたのだろうと後に二人は語った。腕もしないとスピーカーから流れるノイズ音と、ナビの意味不明な音声案内で発狂しそうだったと。お互いがまともであることを確認するためにも、大声で怒鳴り続けたそうだ。二人が無事下山できたのは、夕暮れで日が完全に落ちた頃だった。やっと降りられましたね。山部が肩を落として上田に声をかけた。もう大丈夫だよな。そう思いたいです。それから何事もなく車を走らせていくと一軒、二軒とポツリポツリ民家が見えてくる。集落に入ったことで二人は少し安堵した。ああ、ここまで来ればもう一安心だな。そうですね。にしてもこの辺りみんな戸締まりが早くないですか？一軒も電気がついていないですよ。集落に入り目にする民家すべてが真っ暗。それどころか街灯一つさえ明かりがない、そんな異様な光景に二人の背筋を冷たいものが伝っていく。あの上田さん。山部さん、大丈夫。先を急ごう。山部の言いたいことは察していた。その言葉を遮って上田は黙って車を走らせた。地に取材で妙な出来事に遭遇する。これもそんな体験談の一つである。
大学生の時、俺はひながネットサーフィンをして、面白そうな掲示板を見て暇を潰していた。某掲示板の実況系まとめサイトや、面白い自負画像を収集したサイト、マッドと呼ばれるアニメの編集動画なんかも、一通り目を通してたと思う。そうしてたどり着いたのが、生配信だった。画面越しによく知らない人物がリアルタイムで何かをしている、それが新鮮で衝撃だった俺は、その存在を知ってからというもの毎日入り浸るほど熱中した。ある日、あまた溢れる生配信中の動画の中で、一風変わったサムネイルが目についてクリックする。自殺配信。本来ならすぐに運営からバンされそうなタイトルは、俺の興味を引きつけるのに十分な文字の羅列だ。動画を開くと、殺風景な六畳間を映した映像が広がり、その中央に正座したラフな格好の男性がこちらを見つめている。配信開始時間を見やれば、まだ10分少々。閲覧数はわずか8名で、俺はその中の一人にカウントされている。そしてコメント欄を見れば、誰かが書き込むとリアルタイムで上部へ浮上する仕組みなのか、コメント欄が動いているのがわかる。知り合い？知らねえ。何やら誰かに対しての議論がやり取りされていたが、俺は単純に配信者に対してのコメントだと受け取った。時間になったので始めていきたいと思います。コメントをよそに、それまで微動だにしなかった男性が急に喋ったので、びっくりして肩が跳ね上がる。俺は少しだけ音量を下げ、黙々と視聴を続けた。知らない人もいるみたいですけど、大丈夫です。あなたも仲間です。楽しんでいってください。正気を感じさせない声質と、垂れ下がりよどんだ目つき。ただ、抑揚のない淡々とした声が心地よく頭に語りかけてきているみたいで、不思議な感覚を覚えた。ルールはバトン式。これだけ遵守してくださるなら飛び入り参加 OK です。では了承したとみなし始めさせていただきます。一体何を始めるのだろうか。まさか本当に自殺なんてしないだろう。そんな生半可な気持ちで男性の一挙一動を興味津々に見つめ、俺は頬杖をつきながらボケーっと口を開けていたことだろう。リクエストの、首をひねって死ぬ。ああこれいいですね、これにします。男性はくたびれたシャツ袖から生えた栄養素の抜け切った腕で、何かを操作する素振りを見せ、画面にやつれ切ったシワの刻まれた顔を近づけ、そう言った。準備が整ったのか、男性が再び画面から距離を取ると、2回ほど深呼吸をして、両手を目いっぱい広げたかと思えば、思い切り自分の首をつかみ、そして、ひねり始めた。相当な腕力で押さえつけているのか、肩から手元まで小刻みに震えており、苦悶の表情を浮かべ開眼する男性は大きく歯を食いしばり、時折、ギギ。ギ。と歯ぎしりのようなおえつを漏らす。俺はこの衝撃映像を前に気がつくと頬杖を解き、瞬きを忘れて画面に釘付けになっていた。真っ赤に染まった顔が真横を過ぎた頃、太い骨が無理やりひねられたような、ゴリゴリとした重低音と、関節液にある気泡が弾けたような、高いポキッとした音がいくつか鳴る。男性の首が腕より後ろ側へ回ると、首の皮が引っ張った布のように突っ張り、完全に骨を砕く嫌な音がゴキッと繰り返す。首が一周すると、首の皮膚はねじれたドレスの裾のように斜線のシワを描き、首筋のあたりは皮膚が裂けたのか、血が吹き出し泡立っている。すげえ、一周した。次俺もこれで死にたい。視線が定まらない俺はようやく瞬きを繰り返しコメント欄を見合った。どいつもこいつもこの惨状を前に、なぜか称賛の声ばかりが上がり、天草へ、今しがた首をひねった男性に拘束しようとの声明が書き込まれていることに驚愕した。しかし、その理解の範疇を超えた文字の書き連ねが、俺に冷静さを取り戻させる。確かに画面越しの男性は首をねじ切ったが、果たして人間にそんな芸当が可能だろうか。
首の骨が折れた段階で神経が遮断され、首をねじ切るなんて不可能なのでは。俺はそう考えただけで何かのトリック、もしくはそういったフェイク動画なのだと察し、これはそういった趣味のコミュニティの集会場なのだと、アテラーはだった心を鎮めるように納得した。しばらくコメントを見ていると、首を一周分ねじ回した男性が、突然口を開く。次は何がいいですかね。ああ、これとかいいですね。俺はあんぐりと口を開いたまま、至って普通に活動を続ける男性を見つめる。男性は再びパソコンを操作しているのか画面へと近寄り、頭を支えていた手を離すが、少し首から粘液のような液体が土嚢で抑え込んでいた濁流のようにこぼれ始める。そして、まだかろうじて繋がっているのか、首がぐらつくと胴体から転がり落ちそうになり、男性は慌てて首を支える。次は、何周目でちぎれるか挑戦します。4番さんと一緒にしましょうかね。よろしくお願いします。何を言ってるかわからないが、男性が4番という人物へ語りかけると、コメント欄が動き、上部へ誰かが書き込んだ文章が浮上する。やったー、お願いします。コメント欄の横をよく見れば、この書き込みの投稿主の項目に番号が振られていた。この書き込みの主が4番だということがわかると、一息入れた男性が再び首を回し始める。肉や筋が引きちぎれる音や、鶏肉をつけるようなぐちょっとした空気や粘りを含んだ音が同調し、さすがの俺も吐き気を催してきた。3周目に突入する頃、ブチッと大きな音が鳴った。それ以降男性は自分の首を支えたまま動かなくなり、引きちぎった断面からは滝のような流血が溢れてくる。自分は5周目でちぎれました。そんな4番のコメントが浮上するが、俺は口元を押さえたままトイレに向かった。今晩食べたものをすべて出し切ったかもしれない。一体なんだと言うんだ、あの配信は。悪趣味すぎて気分が悪い。いくら技術が進歩しているとしても、あの映像は精神的に来るものがある。スプラッター映画かおまけのリアルな作りを思い出し、俺は再び吐き出した。数十分後、うがいを終え、水分を少し補給して戻ると、配信はまだ続いていた。未だに自分の首をねじ切った状態で固まっている男性をしかめっ面で捉え、椅子に座り直してコメント欄を見合った。あとお前だけなんだけど、早く死ねよう、首ちぎるの面白いわ。などと、一方的に誰かをまくし立てている書き込みが冗談を締めていた。しかし、書き込み時間は俺が戻る5分前のもので、つまるところ、5分前から書き込みは途絶えている。この配信者にしてこの視聴者あり、といった感想を覚え鼻で笑うと、俺はタブを閉じた。さすが底辺生配信者だと皮肉り、俺は気分転換に別の生配信を漁ることに切り替える。すると、突然新規タブが勝手に展開されたかと思えば、先ほどの男性配信者が再表示された。は？なんだこれ。俺はすかさず×印をクリックしてタブを閉じる。しかし、今度は間髪を入れずに同じページが展開された。ウイルスか？くそ。もしかしたらあの配信者がウイルスを仕込んでいたのかもしれないと思った俺は、何度もタブを閉じては展開されるといったやり取りを繰り返した後、とうとう諦めて表示された配信をしばらく見守ることにした。すると、ちぎれた首を支えたまま硬直していた男性の口が動き、あなたはいつ死ぬんですか？と、まるで画面越しにお礼直接語りかけるように語りかける。害をはらんだ瞳に、赤黒い液体をぶちまける口で、確実にお礼と投げかけた言葉。俺は思わずパソコンの電源を強制的に落とした。さすがに電源を落としたモニターには、あの配信画面は再表示されないようだ。その晩、俺は一睡もできずに朝を迎えることになるが、活気の溢れた早朝のうちに再び電源を入れて、例のサイトを立ち上げた。
あの生配信は何だったのか、あの後どうなったのか確認しなければ安心できなかった。しかし、いざサイトを立ち上げ検索をかけるが、あの配信者のページは出てこない。それどころか履歴から遡ろうともページ自体が存在しないのか、指定されたページは存在しませんという、ネットを知っている人種なら見慣れたページへと飛ぶ始末。このサイトはそこそこ有名で、その界隈では大手の部類なため、本当に自殺配信をしたのならトップニュースになっているはずだ。そう思ってサイト名プラス自殺のキーワードで検索をかけるも、他の配信者のネタ動画や、違うホラー映画なんかのドキュメント仕様の映像が浮上するだけで、特にそれらしい事件の記事は見当たらなかった。この日以来、俺は生配信を漁るのはやめたが、あの配信は本当に何だったのだろうか。俺はどこかで誤った URL を踏んでしまい、たまたまあの配信にたどり着いてしまったのか。履歴だけ見れば確実にそのサイトのドメインなのだが、配信者のページが存在しないので迷宮入りとなった。みんなも生配信には気をつけてもらいたい。いつ何が起きるかわからないのだから、俺のように気味の悪い配信者に当たる場合もないとは言い切れない。そして、もし俺のように自殺配信を見つけてしまったら、ぜひ最後まで視聴してほしい。そのまま見続けていたら何が起きるのか。俺は今になって興味が惹かれて仕方がない。とある人気番組のプロデューサーから聞いた話。駅前で通行人に声をかけ、交通費を出すので家に同行させてもらうという番組がある。埼玉某所の駅でディレクターの大山が、通行人に声をかけようと行き交う人を眺めていた時、ふと中年男性が目に留まった。何の変哲もない男性だが、どこか影のある寂しそうな風貌に大山は何かを感じた。一言で言えば訳あり物件と踏んだのだ。早速声をかけると、帰宅途中だとその男性は答えた。例のごとく交通費を出すので自宅に連れて行ってほしいと伝えると、男性は二つ返事で了承。男性は番組のことを知っているとのことで、まさか自分に声をかけてもらえるなんてと驚いたという。タクシーの中で簡単に素性を伺うと、男性は45歳で名前を森田と答えた。家族はおらず一人暮らし、仕事は長く会社員をやっていたが現在は無職だと答えた。タクシーに乗ること30分、時計は23時を回っていた。神奈川県の比較的郊外に位置する閑静な住宅街に、森田さん宅はあった。案内された家を見るに、築年数はそれなりと見受けられる一軒や、うっすらと街灯に照らされた佇むその家はどことなく、森田さん同様に寂しい雰囲気を醸し出していたと大山は語る。玄関を上がると真っ暗な廊下。森田さんが電気をつけると奥にリビングが見えた。玄関や廊下には物が散乱しており、お世辞でも綺麗とは言えない。まあ男の一人暮らしじゃ仕方ないか、と大山は思った。すみません、散らかっていますけどどうぞ。そう案内されたリビングもあまり片付いている様子ではなかったが、まずはそこに落ち着いた。今はこの自宅に一人でお住まいなんですか？そうです。お仕事は今されていないんですよね。お恥ずかしながら無職です。タクシーの中で聞いた話を再度掘り下げていく。森田さんの身の上話を聞きながら、ふと彼が座るソファーの後ろの壁にかけられた写真に視線を移した。これ、森田さんのご家族ですか？そうです。以前は家族もいたんですけどね。壁にかけられていた写真を大山が眺めていると、森田さんがそう切り出した。写真には森田さんが奥さんと子供と写っていた。子供は男の子と女の子、女の子は森田さんによく似ていた。不況の煽りを受けて早期退職を迫られて、退職金上乗せされたけど、なかなか次の仕事が見つからなくて、そうこうしているうちに家族を失ってしまってね。写真を手に取り、森田さんは黙ってそれを見つめていた。本当によくできた妻でした。家のこと任せきり仕事ばかりの私に一度だって文句を言ったことはありません。
なかなか仕事が見つからない私に焦らなくていいといつも言ってくれましたし、子供たちも元気で明るくて本当にいい子たちでした。今はどこにいらっしゃるんですか？どこか、そうどこか遠くに行ってしまった。みんな私が悪いんです。みんな、全部私が悪いんです。森田さんは写真を見つめたままそうつぶやいた。彼の神妙な面持ちからそれ以上深掘りできなかったが、察するに仕事が見つからない森田さんに、家族が愛想をつかせて出て行ったのだろうと大山は想像した。最初彼を見かけた通り訳あり物件ではあるが、どうにもインパクトが弱かったなぁと大山は思い、森田さんにお礼を言って家を後にした。別れ際、久々に人と話せて楽しかった。本当にありがとうございました。と森田さんは深々と頭を下げた。それから数日後、番組の構成を考える際に撮りためた映像を確認していた。森田さんのテープを手にしたが、番組的に少し弱いんだよなぁ。尺もあまりないし使わなくてもいいか、と思ったものの、とりあえず確認することに。映像は駅で森田さんと出会った場面から始まる。タクシーに乗り、会話をしながら自宅へと向かう場面が続く。なんだこりゃ。大山が思わず声を出したのは、自宅に着いた場面。そこに映っていたのは、焼け落ちた廃屋だった。大山は森田さんと暗い廃屋に入っていく。律儀にも玄関と思われる場所で靴を脱いで上がっていくのだ。呆然とその映像を見ていると、おそらくリビングという場所で会話を始めた。次第にノイズが入って画面が乱れ始めた。かろうじて森田さんと交わした会話が聞こえる。今はどこにいらっしゃるんですか？どこか、そうどこか遠くに行ってしまった。みんな私が悪いんです。みんな、全部私が悪いんだー。森田さんが絶叫した。こんな場面なかったはず。大山はその絶叫に背筋が凍った。ごめんよー。本当にごめんよー。お父さんがー。お父さんがみんな悪いんだよー。うわー。ノイズがかった映像から、森田さんがひざまずいて絶叫しているのが確認できた。その後、何事もなかったように大山が一人廃屋から出てくるところが映っていた。最後に交わした森田さんとの会話は残っていなかった。何が何だかわからない大山は、再度森田さんの家へと向かった。たどり着いた先にはあの映像で見た廃屋があった。なんだよこれ。火事で焼け焦げた今にも崩れそうな廃屋がぽつりと佇んでいる。自身が見たあの家とは似ても似つかない様子にただただ唖然とするしかなかった。すると。あの、すみません。森田さんのご親族か何かですか？背後から声をかけてきたのは、60から70代くらいの年配女性だった。違いますけど。あら、それじゃ不動産屋さんか何かかしら？大山は自身の名刺を渡し、テレビ局の人間だということを伝えた。ごめんなさい。てっきり森田さんのご親族か不動産屋さんかと思って。差し支えなければこのお宅について教えていただけませんか？大山がそう口火を切るのを待ってましたと言わんばかりに、女性は語り出した。森田さん、本当にいいご家族でしたのよ。ご主人は結構いいところにお勤めしていたみたいですし、奥様も気さくで綺麗な方で、お子様二人も礼儀正しい子でした。半年くらい前ですかね、ご主人が仕事をお辞めになったそうなのよ。リストラとか言ってたかしら？お仕事をお辞めになってから、奥様と夫婦喧嘩が絶えなくなってね。昼夜問わず騒ぎが聞こえていたの。それまで喧嘩の声なんて一度も聞いたことなかったから、近所でも心配する声があったの。それであの火事でしょ。大山も女性も廃屋に目を向けた。夜中に火が出たの。夫婦仲が悪かったとかで、1階で寝ていた森田さんは火に気づいて一人飛び出してきたんだけど、2階で寝ていた奥様とお子さん2人が亡くなってしまって、燃え盛る家に戻ろうとする森田さんを近所の人が必死に止めてね、あの姿は見ていられなかったわ。火事の原因は何だったんですか？どうやらご主人のタバコの火の不始末だったって話。それで森田さんは今どこに？亡くなったそうよ。自殺したって。自殺ですか？それでねご主人も奥様も早くにご両親を亡くしていらっしゃるらしくて、ご親族に連絡が取れないそうで。森田さんには申し訳ないけど、このままじゃ不気味で早くどうにかしてほしいのよ。
女性は廃屋を見ながらそうつぶやいた。大山は局に戻り、森田さんのテープを処分した。どこか、そうどこか遠くに行ってしまった。みんな私が悪いんです。みんな、全部私が悪いんです。悲しみに満ちた目で懐かしそうに写真を眺めながら、そうつぶやいた彼の姿が脳裏に浮かんだという。思うんだけど、よく自殺すると自爆霊になって成仏できないとか言うでしょ。これ森田さんにも言えることなのかもね。だから彼は家族の元には行けないのかもしれない。自殺をしたって聞いてさ、死ぬことないだろって思ったよ。でもさ、一人生き続けるのも地獄だよな。死んでも地獄、生きていても地獄ならどっちを選ぶかなって。俺が撮ったのはそんな地獄の一つなのかもね。そう考えると案外近くに地獄ってあるんじゃないかなって思ったよね。それで、森田さんが最後に言った一言。久々に人と話せて楽しかった。本当にありがとうございました。もしそう思ってくれたなら、俺は嬉しいよ本当に。いつか彼が救われる日が来ることを俺は祈らざるを得ないよね。大山はその話をそう締めくくった。